ボクシング、フェザー級ノンタイトル8回戦、6日、天馬橋 L シアター元 WBC 世界バンタム級王者辰吉キ一郎53、の次男、ジュイキ、27イコール大阪帝拳が約2年9ヶ月ぶりの試合に臨み、5回 TKO 勝ちした。写真、TKO 勝ち視長女とタッチする辰吉十シジュイキ、辰吉一郎 上一郎の妻まるみさん本来のスーパーバンタム級より1階級上のフェザー級で山原無人、23イコール戦没、と対戦した。樹域は1回に左フックでダウンを奪い、4回も右ストレートで相手の腰を落とす。完全に主導権を奪い5回に猛練だ。1分35秒でレフェリーが試合を止めた。ここに来るまで色々あって助けてもらった方々に感謝したい。 緊張は思ったほどなく、自然とできた。思い通りではなかった。相手も強かったし、樹域は20年11月6日に今村和弘、ホンダ F、とのスーパーバンタム級8回戦で負傷引き分け。その後は21年9月に後楽園ホールで同級8回戦が組まれたが、樹域の負傷のため中止。以降、コロナ禍もあり試合から遠ざかっていた。リングサイドで父が見守ったが、 当然の結果なんで当たり前やろとしか思ってないと思います。今後についてはスーパーバンタム級で行きたい。年末にもやりたいので対戦相手が出てきてほしい、と語った。